では新シーズンやっていきましょう。前のシーズンは気づいたら終わってたから、今シーズンはもうちょい頑張っていきたいですね。で、相手のパーティーがこんな感じです。アメパってわけじゃなさそうですが、なんだこのパーティーは。リザードの不思議花はリザワイが晴らせて不思議花の葉緑素で成長とか使ってくる方が、成長だっけ、まあなんか使ってくる方があるんですが、ちょっと今回ではわからない。ただ起点を作ってきそうなクレッフィーとか、あとはラグラージがいるので難しいところだけど、ガオガエンはまあまあ刺さってますね。ガオガエンから入りますか。ガオガエンリヒエでいけば、まあ、クレッフィーとか、あとラグラージあたり、あとはあれか、クレッフィーラグラージと、あと闇ラミにもまあまあ強く出れるかな。まあこの2匹リザードにもそんなに弱くないですが、リザードン Y だと負ける可能性があるっちゃあるので、まあ一応バナにも強いラティオスで行くのはありかな。なんか安直すぎる気がするけど、そんなに悪い選出ではないはず。行ってみますかね。はい、では対戦よろしくお願いします。相手のパーティー並びが結構特殊だから、かなり後手後手に回る展開は避けたいところ。ただなぁ、わかんねえが何してくるか。いや、クレッフィーとかラグラージある程度予想できるんですけど、他のメンツが個性的すぎる。一匹一匹のスペックはあるんですけど、こいつらが組むことってあんまないので、ニョロトロから来たか。圧倒的出し負け。ニョロトロよりガボガエンの方が遅いかな。うちのガボガエンちょっと振ってるんですよね。でニョロトロの S 種族値が言えねえ。 S 種族値が70、ガボガエンはガボガエンが65とかじゃなかったっけ。60か。一応振ってるんで抜ける可能性はありありのあり、トンボ返りできますか。相手が振ってなければまあいけるけど、ニョロトロってあんまりすることないよな。あれ、しかも毒毒か。まあ毒毒だったらトンボ返りでもできるんですけど、毒毒かだったら素直に比叡に引くべきだったのかもしんない。あ、まあまあトンボは入りますね。でまあ当然アメパジャイアントラストボタンを発動しないで、ここがラティオスでいいでしょう。流星群かな。再起念をして闇ラミ来ても美味しくないし、ニョロトロが再起念落ちるから微妙なんで、10万で落ちそうですけど、10万はメガネがバレた後にリザードン、まあ、X はいいけどバナが出てきたら結構めんどくさいので引いてきた。ってことはクレフィーか。闇闇 OK だったらエスパーじゃなくて正解ですね。一応この可能性も考慮しての流星群だったんで、まあ、これ低耐久の闇闇ごときはね、一撃で粉砕します。 OK。 でバナが出てきたら引っ込めてなんやかんやすればいい話だし、問題はリザードンの場合かな。ラグラージ、あ、待って、これトノラグじゃん、普通に。今気づいたけど。なんで今気づいた、これトノラグじゃん。アメパじゃないとか言ったけど、トノラグでしたね。メガポケモンが多すぎて。バカかよ。このトノラグのさ、この体格に配置するやつで完全に騙されてたわ。普通にラグラーじゃん、アクビステロとかしてくるやつしか考えてなかったですね。まあ、相手のパーティーに他にメガ進化そのポケモンがたくさんいたんで、ラグラージャーちげえだろっていう考えもあったんですが、まあ、とはいってもラリヒなんでほぼほぼ勝ちでしょう。じゃあ相手はレヒでどうするつもりだったんだ。グローパンチ、ああなるほど、そういう作戦ですかね。まあガオガイアもいらない。もう一回グローパン積まれることは避ければいいので、ここは力の Z 技でいきますかね。ハイパーダーククラッシャー、もう一回グロパンは避けたいな。まあでも相手もここじゃ押せないか、グロパンは。まあ、されたら逆にもうほとんど歴代で殴って勝ちになるしな、グロパン押されたらね。でも相手からしたら全力狙おうと思ったら今威嚇も入ってるし、グロパン押したいところかもしれませんね。あー、やっぱそうだよな。オッケー、これハイパーダークラッシャーめちゃめちゃ入るぞ。全力の Z 技。ああ、まあまあいいダメージ。
もう一回グロポンを積まれるとまずいっちゃまずいって誤解でグロポンを押してきそうではありますよね。でヒレで、ガオガイこれイカケがもう一回一応使えるってのと、これグロパン打たれると相手のラグラージ攻撃力2段階上昇でのっぱり残ることになるので、ここはレヒレを出していきたい。ここグロパンチャンスでしょ、相手からしたら。敵のボディは別にいいけどな、接触技をしてくるのって何でもいい、自信はやめちゃえない。オッケーオッケー、グロパンはこれゴツメが入るんで、ね、ゴツメレヒレの微妙に強いところ。オッケーでラグラージ処理して、これでほぼほぼ勝ちでしょう。でも相手マジでレヒレめちゃめちゃ重たかったな。なんかニョロトノぐらいしか、ま、ニョロトノ別にレヒレに強くないし なんか作戦があったんでしょうね。なんかニョロトノがいきなり毒毒をしてきたし、謎の方なのかもしれん。でもあとは何してもほぼほぼ勝ちなので、ムーフォースで押しときますか。まあ、裏にラティオスも残ってるし、まあ、ガオガエンは S 負けてるみたいなのでもう何もせず死んじゃいますが、はい、対戦ありがとうございました。対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーがデデカス、ヤドラン、ラットレ、サンダー、ランドロス、バンギということで、なんか種族種の塊みたいなパーティーにデデカスが、まあ、ナットレとヤドランはそうでもないか、まあでもなかなかの高種族種の中にポンと入ってるデデンネが少し不気味ですね。どうしよっかな、まあ、ボルトロスはまあまあ刺さってますね。ボルトロス、ボルトレヒレハッサムとかかな。でもこれナットレちょっと重たいよな。ガオガエンは難しい。相手がガオガエンの技構成をどう考えるかですね。技構成ってバンギリもまあまあ強いんで、ガオガエンって。でもガオガエン出すのはありか。ヤドラにも一方的に弱いわけじゃないしな。ボルトガエン、リヒレかハッサム。サイクル戦を考えるとハッサムは欲しいけど、まあ、ハッサムでいくか。これサンダー重たいけど、ガオガエンがなんとかしてくれるんだろう、きっと。はい、では対戦よろしくお願いします。選出次第はちょっとな、厳しいバトルになるかもしれませんね。デデンネのさ、特性ってなんかあの食いしん坊みたいなやつだっけ、忘れちったな。なんか見た目的には蓄電みたいなのがありそう。あ、ランドロスから来たか。オッケー、まあ悪くはない対面ですね。デデンネはヘドロウェーブで殺しに行こうと思ったんですが、デデンネじゃなかったか。初手ほぼデデンネかなと思ってのボルト先発だったんですが、ランドロスはまあ問題ない。ここは目覚めるパワーアイスで何度殴りに行きましょうか。交換してくるとしたらバンギラスあたりかな。氷技を言うのとこでデンネはちょっと出しづらいでしょ、この場面。普通に通る。スカーフランドとかあったらクソ美味しいんだけど。あ、スカーフランドっぽいな、これ。メザパ一発で落ちる耐久力に突っ張ってきたと考えると、まあ、スカーフランドで上からトンボとか押そうとしたんでしょうね。これはラッキー。ここでデンネか。まあ、ハッサムでいいかな。ガオガエンのがいらないか。ハッサムは一応だけどバンギリまあまあ強いので、なんかハッサムに変なトップスリスリとかされて全く動けなくなるみたいなことをなくそう。多分ここスリスリしてくるよな。あ、身代わり、あ、それはいいよ。じゃあ自信でいいかな。技構成わかんな、独特。なんか今日はこの独特打ってくるやつが多いな。まさかの陰キャ型だった。まあ、これだったらもうハッサムやればあれか、スリスリがないとも言えないのか、まだ。なんとも言えないところですね。身代わり壊して。ナットでは正直ハッサムに住めば勝てるから気にしなくてよくて、まあ、3台いる場合にガオガエン残したいんで、ここでトンボガエルでもしときますかね。身代わりはまあいいんだよ、これはまあ別にどうでもいい。デデンネの特性調べとこう。わかんねえ、デデンネというポケモンが。
ここボルチェンで身代わり割ってハッサムにつなぐって動きを取りたいんですよ。下毒毒をすかせてワンチャンバレパンに飛ばせるかもしれない。なんか物拾いだっけ、頬袋物拾いプラス、あーオッケー、なんか蓄電的なやつはないわ。だからここはボルトチェンジで毒毒をしてきたらハッサムで無効にすると。割れるよなこれ。あ、オッケーオッケー、さすがにね、トンボとボルチェンが入れば今一つ今一つでも割れますね。でここはハッサム投げて、なんかシーズン序盤にこのデデンヌとかいうクソ一般ポケモン相手に、あ、身代わりか、なるほど。まあこのクソ一般ポケモン相手に容赦のないサイクル戦を仕掛けてますが、これも勝負の世界なんで、なるほどな、そういう方なんですね。バレットパンチでとりあえず身代わり割ってから考えますか。引いてきたってことはサンダーかな。ヤドランか、ヤドランは別にいいけどな。しかもこいつ別にハッサムに強くねえし、まあこの技とかがあるし、まあ、積まれたらまずいのか相手からしたら。相手からしたら積まれた方が終わりだもんな、ヤドランもワンパンされて。でバレットパンチ、まあ、全然通りませんが、でここはトンボ返りからボルト出してもうボルチェンとかなんとか押していけばいいですよね。これデデンネが来たらそれは、あ、普通にあれか再生力残してきたか。ただその分ダメージは結構入りますよね。でここでボルトロスに引いて、でこのターンは再生技か、まあ、あるいはボルト読んだほど取ってくるかもしれませんが、モンジ焼きに来た、オッケー、それは問題ない。ヘドロウェーブでいいかな、もうここの HP だったら。ただ多分向こうのやつだからこっち倒せないし、このままデデンでワンパンして試合を終わりにしてやればいいはず。ワンパンできないかな、でもデデンの耐久が分かんないけど、なんか HP そこそこなかったっけこいつ。ああ、まあ倒せないけど次の技で落ちますね、ヘドロウェーブで。引いてきた、ヤドランってさヘドウェイ結構入るんじゃないかなって気がするんだけど、こいつヘドロウェーブへ、うん、落ちるか怪しいぐらいのラインにはなってる、ヘドロウェーブ連打で。落ちればまあ勝ちですね。どうだ、落とした、さすがボルドロスまあこれが順天としてのパワーですね。デデンネとかいう ただの一般ネズミポケモンには絶対にできないこの火力今すげえ頭の悪い言い回しをしましたが、ヘドロウェーブで勝ちと。はい、対戦ありがとうございましたボルトが全員殺してくれたな。サストロス、ありありのありでした。